もう何やってんだよ。もう何やってんだよ学習塾経営の男50歳。5歳女児の下半身を繰り返し撮影。後で見返すためだった。何やってんだよ、50歳。5歳の女の子に。え学習塾経営どんな塾だよ。なさかね、また広島か。え再生回数122回。まあ、いいねなんて押せるわけないよ。 何やってんだよこれ。え起訴内容を認める。いやー。なんかさっきもね、似たようなニュースあったじゃないですか。え児童ポルノを制作した事件。おこれは一体どうなっちゃってるんでしょうね。魔が差したっていうか、狭間被告。まさに魔が差したのか。それとも、繰り返しやってるんでしょうか、こういうこと犯行動機は後で見返すためと指摘。まあ、それはそうだろう。 そりゃそううだろうと思うけどねしょうもないニュースばっかり続きますね米が足りない昨今10月10日裁判、うん